ベランダ駅です。入場料がかかります。説明文もあります。アスンシオンからアルゼンチンまで走っていたようです。パラグアイに最初に着いたのは1854年らしいです。古い映写機です。設立された当時の駅の外観です。当時のモールス信号です。当時の電話です。アスンシオンの古い地図です。当時の電車の中です。南米パラグアイから発信しております。チャンネル登録お願いします。